わいは江西春樹、ローラン舞踏弁の使い手や。行くぞ猿回し、いるは地下だ。不動がいる以上こんな奴に構ってる暇はねえ。ちょ待ってえな蛇野郎さん。二度番だ。そのバンさんやら、よかったらうちのアジトに寄ってかれへん？アジト？せや。うそったれ！マークベスにやろう。この俺に猿芝居打たせやがって。御堂番は俺の獲物だ。それをなんでジョーカーなんぞに。慎みなさい不動。マクベスの計算は完璧です。あなたごときが意見するまでもない。ごときだと誰に口聞いてやがる。さくら、その澄ました面この場で叩き潰してやることもできるんだぜ。やめろ。それ以上アネジャに近づくな。てめえも俺を愚弄するのか。ああ、不動、お忘れですか。今の状況は全てマクベスの求めた答え通りに動いているのです。私たちが出すべきことはその糧となり、その導きを記すこと。私たちに未来を示してくれたマクベスのために。私たちは賭けたはずです、マクベスの知力に。忘れたわけではない。だがよう、うずくんだ。この腕が御堂をやると俺の欲がこの腕の中でうずきやがるんだよ。何の騒ぎだい。マクベス、説明しろ今すぐに。なぜこの俺に御堂番を仕留めさせなかった。ありがとう。君ならばきっと僕のプラン通りに動いてくれると思ったよ。自分のプライドを捨てて対局を見てくれるとね。当たり前だ。マクベス、俺も知りたいな。なぜ不動に最後まで戦わせなかった。確かに御堂番の強さはあの赤羽クロードに匹敵するだろう。ふざけた態度をとってはいるが、おそらく想像を絶する修羅場をくぐってきているはずだ。だが不動拓磨とてまさに闘争本能の塊。バトルにおいては御堂番に引けは取らない。では聞こう、君はあの二人が最後まで戦えばどちらが勝つと思った。どちらもまだ全力を出し切ってはいなかったが、あの時点では不動が押しているように思えた。そう。だがそれでは計算は成立しない。答えは一つでないとね。君の言った通り、不動は闘争本能の塊だ。彼は死を恐れないし、そのギリギリの緊張感を好む。彼にとっては戦いそのものが目的なんだ。だが御堂番は違う。彼は奪還屋だ。目的はあくまでもいる、すなわちレンズの奪還なんだよ。なるほど。鏡？わからないか、ジューベ。マクベスの目的もまた奪還屋たちの目的を阻止することにあるのさ。だよね、マクベス。その通りだよ、鏡くん。君は何もかもお見通しなんだね。御堂番は不動に確実に勝てると思えば最後まで戦うだろう。だが少しでもリスクを感じたらためらわず引き下がるはずだ。逃げるってことか。そう、そこがあの男を僕が恐れる理由なんだ。天才的なバトルセンスを持ちながら、それに溺れない計算高さを持っている。そして何をしでかすかわからない雷帝天野金次。この二人はゲットバッカーズは真っ当なやり方では止められない。だが全てはカリキュレーション、計算だ。きっと今頃はジョーカーが僕の計算通りの答えを導き出してくれているはずさ。また一つ確実にね。確かアジトって言ったよな。アジトですよ、ここ。反マクベスレジスタンスグループのね。
そうかそうか、マミタンって言うんだ。マミタン、ほら、イチゴとか食べていいよ。ほら。このエロヘビ、仕事しに来たんだろうが仕事。うん、てめえにはマドカちゃんがいるだろう。硬いこと言うなよ、サルマシ。あ、なになになに。まあまあ、そんなイキリ立たんでも、みんな喜んどるんよ。無限城の伝説的存在の一人、ボルツ四天王の冬木シドが帰ってきたってさ。言っとくが、別に俺はマクベスを潰しに来たわけじゃ。知ってますよ。情報は流れてきてますから。目的は連中がどっかからか奪ってきたイルっちゅう代物でしょ。ドライです、シド君。手組んでもらえんですか。俺らもマクベスのエリアには手焼いてますんや。お互いの利益のためにも。見て見て、日本だ。ココアとイチゴ、あ、来い。シド君。ったく、ヘビ野郎もヘビ野郎ならおめえもおめえだぜ、エミシ。反マクベスとか言って本気でやる気あんのか。おい、エミシ、聞いてんのか。聞いとるよ。相変わらず頭固いんやね。堪忍な。今の俺はマクベスの側におるんよ。ローラン武闘弁さまよい駒の如く。さいなら、ビーストマスター。どうも、楽しんでくれてまっか。おお、エミシ君。いや、いいね、君んとこのギャルは。レジスタンスも悪かねえな。喜んでもらえて何よりっす。俺も奪還ややめてお仲間に入れてもらおっかな。あんな猿回しなんかほっぽってさ、成り行き上組んでるけど、なんか苦手なんだよな。だいたいあいつ頭硬すぎなんだよね、マミタン。ね、やめえ。シド君はかつての仲間やったし、死ぬ前くらい楽しい思いしてもらおう思っとった。楽しゅう笑って飲み食いして、気がつくと二度と目覚めへん眠りの中におる。それが一番や思っとったんや。せやけどそれはあんたのためやない。なんでや、なんであんたなんや。シド君も和樹君も、なんであんたみたいな男と組んだんや。ましてやあの雷帝まで。ほう、そういうことかよ。てめえ、飲み物になんか入れやがったな。あんたの笑顔は見とんねん。いいね。あん、どったの、夏美ちゃん。バンさんのお気に入りのカップが。あちゃー、うるせえぞ、バンのやつ。くっつけとけば大丈夫かな。そういや、あいつら仕事うまくいってんのかね。ヘブンさんも帰ってきませんね。大丈夫ですよね、マスター。心配ないよ、あいつらゲットバッカーズだぜ。もう2、3日もすりゃこのカウンターで俺の入れたコーヒーでも飲んでやがるさ。さまよい、おばのごとく。なんや今の、なんやこれ。一体何が起きとんのや。目の前の光景がまるでイデオの巻き戻しみたいに。なんなんやこれは。これは。ジ
ジャスト1分だ。夢は見れたかよ。これがジャガン。いつの間にかけやがったんだ。そいつがジャガンよけのサングラスをかける直前。どうしてこいつが敵だと分かった。不動が3対1になったぐらいで尻尾巻いて逃げたりするかっての。で、挨拶するなりサングラス出てきたタイミングといい、なんかあると思うだろう。普通そもそも他人は疑ってかかれっていうのがここの掟なんだろう。元住人君。エミシ、お前までマクベスについていたとはな。あんたに言われる筋合いはないわ。何？雷帝が異能なり、あんたも和樹君も異能なった。四天王はチリジリになってしもて、捨てられたワイらがここで生きてくにはマクベスの知恵が必要やった。たとえ悪魔の知恵であったとしてもや。ワイは賭けたんや。マクベスならあのレンズを使って見捨てられたこの世界に太陽をもたらしてくれるんやないか。レンズ、太陽ね。なるほど、読めてきたぜ。イルの正体が。何？そんなやべえもんが一体どこにあったのか知らねえがな。逃がすか！エミシの無知は危険だ。危険？どこが？ごめん！だから言ったろうが。待っとるよ、シド君。そしてミドバン、必ず来い。ローラン武闘滅、消えよ、ナーラスと共に。紀元前より栄えた砂漠の王国ローラン、その外敵を千年もの間防いだローラン武闘滅。冬木シドとミドーバンの二人を相手にどこまでやれるか見たい気もするね。マクベス、分かってるよ。サクラ、彼にはもっとふさわしい戦いの場を用意してるんだ。それにジョーカーはすでに立派に役目を果たしてくれた。チッ、出鼻野郎だ。ま、邪眼を一回使っちまったのは痛かったが、イルのありからしきとこも見えたし、よしとするか。おい、ミド。あ？お前、イルが何だとか言ってたが。多分ってグレーだけどな。マクベスがレンズって呼んでるのと、イルが頭文字ってことを合わせりゃ、答えは一つだ。迂闊だった。おそらくイルのありかは、地下のゴミ処理施設の近くだ。ここにそんなもんあるのかよ。いや、レンは知らんだろうが、この無限城の核となっているのは、完成間近に放棄された巨大なインテリジェントビルだ。地下では自動ゴミ処理施設が稼働している。マクベスがそこを根城にしている可能性は十分にある。ありがとうございました、ご老人。待ちなさい、和樹君。君はレンズ、つまりイルが何なのか知っているのかね。インプロージョンレンズですね。なんだよそれ。爆縮レンズ、つまり原子爆弾の起爆装置ってことだ。原爆だ。原子爆弾の原理っていうのはシンプルなもんだよ。ウラン235やらプルトニウム239なんかの核分裂物質を普通の火薬で圧縮してやりゃどうかあんといくんだ。でも爆発のエネルギーが中心になる核物質に確実に伝わんなきゃ意味がねえ。そのために燃焼速度の違う火薬を組み合わせて、高度な計算と技術を持って作られる起爆装置が爆縮レンズ、つまりインプロージョンレンズってわけよ。じゃあマクベスは原爆を作ろうとしてるってことか。そういうこと。どうした？しゃれ！原爆の材料？でもじいちゃん、そんなヤバいもんマクベスはどこから奪って。当然国家レベルの機関じゃろ。もちろん非公式のな。
君らに奪還を依頼したのもそのあたりの人間じゃろう。ご老人。ん？あなたは一体何者ですか？イルの正体は愚か、我々の目的まで知っている。薬屋じゃよ。わしは無限城の薬屋け、それ以上でもそれ以下でもない。そうですか。一つだけ忠告しておこう、和樹君。イルの正体に気づいた君ならば考えていることだと思うが、もし君たちの中に裏切り者がいるとしたら。ユダですか？その心配はありません。奪還チームのメンバーは全員プロです。しかし和樹君、元住人の君ならばわかるはずだ。裏切りは人間の本能なのだ。油断はせんことだ。はい、薬屋じゃが。私です、博士。奪還屋たちの行動はつかめましたか？メールで送ったじゃろ。今回我々は一流の奪還屋を送り込んだのです。もう失敗は許されない。前置きはいい。要件は何だ？奪還屋の中にユダがいます。ん？死なないよな。今度必ずお茶をご馳走になるよ。片付いたか？おう。原爆、マジかよ。イカれてんぞ、マクベスって野郎は。しかし、イルがありゃ本当に原爆が作れんのか？精密なのは起爆装置の爆縮レンズだけ。それさえ用意できりゃな。待てよ、あれはどうやって手に入れる？いや、手に入れることはできても誰が運ぶんだ？どうした？いや、まさか俺らの中にユダが。ミド？銀次はどこにいるのかって考えてただけだ。まだ追いついてこねえな。さっさと来いや、あの方向音痴が。綺麗な月ですね、赤羽さん。そうですね。敵にも会いませんし、まさかイルと全然関係のない場所に来てしまったわけじゃないでしょうね、銀次君。まさか僕が道に迷うはずがないじゃないですか。大丈夫です。ここだけの話なんですが、実は僕無限城で雷帝やってたんです。子供の頃はかくれんぼして遊んでたくらいで。大丈夫です。イルに着実に近づいてます。いいよ、お客さん。前に申しましたよね、私にとって仕事の価値とはその過程がいかに楽しめるかにあると。台無しにしないでくださいね。あの、トイレ。どうぞ。走るんだ俺、心臓が破けるまで。全てを風に変えて、光のごとく駆け抜けろ。走れ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 
赤羽さん。はい。バンちゃん、僕はもうダメかもしれません。やはりあなたは優秀なパートナーだ。どうやら近くらしいですね。イルのアリカはこのゴミ処理場から